田代と絡んでいるが中に出てきた、パスが通った、シュート決まる、よく走ったね、勝ち越しました、神戸、小川のゴール、和田監督も大喜び。いやー、小川が本当によく走りましたよ、長い距離を走りました。相馬こっからですかね、トップスピードの、そのスピードのままでね、はい、180を超えるわけではないんですが、アンカーはあのそこにこううまさがあるということで、ベルデリック監督もその部分はかなり期待しています。ヘディングの強さ、フリースペースに入るスピード、飛び出してきました、かわして、そして決めた、ゴール前に立ち上がりから顔を出してきました。田中がゴール前まで行ったのは今日3度目といったところでしょう。流れの中から前に出ていった田中が決め切りました。仕掛けようというところ、さあスペースのないところ、小川が前を向いてシュートだ、非常に危険な選手です、この小川慶次郎。コースは入ってましたね。そうですね、浮き球はどっちかな、そう、シュートか、パス、大谷、小川シュート、まあ、ナイスキーパー、荒崎、難しいシュートだったと思いますが、そうですね、今タイミングがずれてるんですよね。よく反応しました、名手奈良崎。ポジションはややずれていますが、田中を経由して縦のワンツー、小川が抜け出した、キーパーと1対1、決めた、仕込まれているところから堅守速攻の形が出ました。大谷からダイレクトで出たんですね。なあ、これも良かったですね。Wear a fresh pair of shoes, cause this young girl, she's such a killer. Can't wait till I have it, I'ma spend half a milla. I could see us together on top. We're living like we hit the jackpot. Cha-ching like money in the bank. You should be with me. You're like my favorite song on the radio.
まあ、そういう部分もあって、あ、大久保が右サイドから抜け出してきました。低いクロスは、サッタリアッターコーネー、小川ハットトリック達成、2点リードしました神戸、大きな3点目が生まれました。西野監督の J1 通算240勝目、ヴィッセルでの初勝利が近づいてきているか。All I could taste is this.